皆さんこんにちは、平田エリアです。5月1日に開催された稲妻フェスティバル2022、ご来場いただいた皆様、 YouTube でご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。私はステージの司会を務めさせていただきました。初めての稲フェス参加だったのですが、皆さんの熱気がすごくて、雨だったのですがとっても楽しめました。美味しいものもいただきましたよ。当日はとある方と撮影をしてきたので、そちらの映像ご覧ください。今日は5月1日、稲妻フェスティバルでーす。ということで、会場に来ているんですが、今日は特別企画として、あの方の企画を乗っ取っちゃおうと思っております。では、早速登場していただきましょう。コガピンクさんです。どうぞー。こんにちはー。コガピンクさんでーす。コガピンクでーす。いつものやつだ、見てるやつだ。この足踏み出すのいつも見てる。なんかついやっちゃうって別に決めてたわけじゃないんですけど、だんだん定番になってきちゃった。コガピンクさんです。よろしくお願いします。いつも賃貸検証見てるんですよ。ありがとうございます。ただやっぱりコガさんの賃貸検証もやりたいなと思って、はい、今日はコガピンクさんに逆転賃貸検証をやっていきたいと思います。お願いしますでは早速細かくお話聞いていきたいんですが、今日はイナフェス仕様だと思うんですが、全体的なテーマがあれば教えてください。全体的なテーマは明るくハッピーイエーイ。ちょっとおバカ悪出しなんですけど、せっかくのフェスでちょっと多分初めてだと思うんですけど、初めてです。私も初めてなんで、どうせだったらハッピーにちょっと目立つぐらいの感じでいようかなと思って。カラフルですよね、めちゃくちゃ。そうなんですよ、スタフティみたいな。これはイナフェスのために作ったライトニング T シャツです。この色が効いてるんですよね。だからちょっと派手な感じになるんですけど、すごい気に入ってます。ビッグシルエットになってて、 L サイズを着てるんですけど、まあ、ちょっとたっぷりめで、うん、それにスカートを合わせてるんですね。そうなんですよ。スカートもすごい可愛い、ね、すっごい気に入りで、これ全部違うんですけど、柄が分かりますかね。アロハな感じですね。そう、アロハシャツの生地ですね。アロハスカート、うん、そして足元も、足元はこれよく履いてるんですけど、そう、可愛いんですよ。ニードルスっていうブランドがあるんですけど、ニードルスとドクターマーチンのコラボ、コラボアイテムか。そうなんですよ。横も可愛いんですよ。あの前言ってたと思うんですけど、あの私が以前働いていたハミングバーズヒルショップで扱っていて、あーその時に絶対買うって、なんかちょっと地味になりがちなところが、うん、これ履いてるだけでちょっとアクセントになるので、アクセントります、ね、気に入ってます。でアクセサリー系も、あ、そう、しつこいぐらいジャラジャラつけてるんですけど、ちなみに、この細い3つはいつもしてます。大体これは、おばあちゃんにもらったりとか、思い入れのあるネックレスです。でこの一番上につけてるやつ、これ実はブレスレットなんですよ。ブレスレットを2本つないでネックレスにしていて、でこのドッグタグは今回イナフェスでライトニングブースで500円で作れるやつを持ってる方いました。そう、試しに作ってもらって売ってもらったやつです。私が飼ってたワンちゃんの名前が入ってます。よく見ると、でせっかくだからちょっとじゃジャラジャラしてるんですけど、でもピアスもすごいですね。そうなんですよ。編集部の人にもうびっくりしたんですけど、私もイルカが飛び込んできちゃうのって言われました。メルヘンメルヘンな方が編集部にいらっしゃいますね。ランボルギーニ三浦さんが、あら三浦さん、イルカ飛び込んできちゃうぞって言われました。えって言いましたけど、ちょっと大きめなんですけど、今日はもう目立ってやろうという。指輪も、これは、かわいい、 ありがとうございます。これ羽がついてて、これどこのやつですか？これもハミングの、ハミングバーズヒルショップで売ってるラリースミスさんっていうところにお願いして作っている指輪ですね。中にちょっとシルバー925って入ってるんですけど、見えるかな。これはもう、これも自分で買ったやつですね。石が、天然石がついてる。ちょっと何の石か忘れちゃったんですけど、私どこのブランドとかあんまり気にしないタイプなので。あ、ブランド気にしないんですか？あんまり気にしないです。もうフィーリングで。フィーリングで、これが可愛いって思ったらそれを買うことが多いので、これは300円の指輪をしたりとかもしてます。ちなみに、右腕にもブレスレットを着用されておりました。こちらもハミングバーズヒルショップのターコイズで、サイドも細やかな装飾があって、すごく素敵なものでした。でもアクセサリーすごいつけてるイメージがあるんですよ。ジャラジャラつけてますね。ここもここもつけてます。耳もよくつけてますね、いっぱい。
いやいつもね、会社にいる時も毎日古賀さんどこにいるかすぐ分かるっていうくらい古賀さんのファッションっていうのがあるんですよ。そうですか。なんかあんまりこの系統っていうの決まってないじゃないですか。あ、そうですね、日によって違うかもしれない。いつもどうやって選んでるんですか。その日の気分で決めてます。朝の気分で、今日は女の子みたいな日が、ガーリーな日もあるんです。ガーリーな日もあるし、いや今日はちょっとかっこよく決めたいなみたいな日はパンツ履いて男の人みたいな格好の時もあるんですけど、その前のつなぎもすごい可愛かった。そう、お気に入りだったんですけど、いいねって言ってくれる方が多かったんですごい嬉しかったです。すごいよ。ありがとうございます。こんな感じでいつもおしゃれな小笠さんなんですが、今日はイナフェスということでね、初参加組ということで、めっちゃ楽しみですよね。まだオープン前なんですよ。そう、ちょっとね、人いるんですけど、まだ実際にはお客様は入ってきてないです。ちょっとこれを見てる方はね、多分もうイナフェス終わった後だと思うんですけど、次回のイナフェスに向けてというところもあると思うので、はい、今ブース見られました。見ました、昨日見ました。今日はね、まだ見てないんですけど、昨日の準備の時点ではもうそれだけでううって買い物したいもんな、もうちょっと見たいみたいな感じになってました。今回からあの稲妻メイトっていうのも始まってるので、そうです、ね、メイトの会員になった人はちょっと早く入れるとかもあるので、そうそうそう、もしね今回のレポートとかを見た後にないなと思った人は今のうちからメイトに入ることもおすすめします。めっちゃおすすめです。今回は10分早く10分早く入れるだけで結構違いますよね。違うと思いますよ。だからみんなすごいすごい勢いで入ってたって聞いてたんで。ヘリテージが運営している洋画クラブというレストランも今回出店して美味しいものを出すようなので、まあね、イナフェスに来られなかった方も洋画クラブあるのでぜひ楽しみに行ってください。では、はい、残したことはないですか。はい、大丈夫です。私たちはこれから楽しんでいきます。では皆さん、また次回もお楽しみに。バイバーイ。ありがとうございます。ご活ありがとうございます。バイバーイ。皆さんいかがでしたでしょうか。これからもこのチャンネルや SNS などでいろいろなファッションをご紹介させていただきます。チャンネル登録、高評価、コメント、またインスタグラムのフォローなどぜひよろしくお願いいたします。またねー。